こんにちは。前回はついにレオンハルトが仲間に入りました。そしてこれから遅いな、相変わらずミシリアの東にあるここですね、ジェイドと呼ばれる泉から、早く行ける？んー、どこだっけ、ここパラメキア像の代わりにパンデモニウムっていう、こう恐ろしいお城みたいなのが出てきたんですよね。ここが普通じゃ空から侵入できないみたいなので、あの泉を通ってパンデモニウムに行こうっていうところからです。ただめちゃくちゃもう HP が低くて魔法で一掃されるんじゃないかとビクビクしてますがダメだったらちょっと HP 増やしていこうかなって思ってます。で、最終的に装備、そう、レオンハルトがどうしてもその回避率がまだ低いので、あのディフェンダーがすごい回避が上がる武器っぽいので装備させました。はい、盾のがいいのかなって思いつつ、ちょっと一旦ブラッドソードにしてますどうしようかなと思って、あまりにもダメージ受けるようであれば一回盾に変えるかもしれないんですけど、ちょっと二刀流で、はい、決めましたと、もうフリオニールは多分かわしてくれると思うんで、エクスカリバーと古代の剣の二刀流にしました。もう二刀流でいきますあとお金が50万ぐらいあったのでアホみたいにエリクサーを買いましたアホみたいに買いましたそんな感じかな。はい、で持ってたアスピルをマリアと、まあ、レオンハルトに覚えさせているので、レベル上がるかな、わかんないけど、ちょっと使っていきたいなって思ってるんですけど、そんな感じ？はい、です。というわけで乗り込んでいきます。うわわわ、消えたよ。おい、なんだあれ、来た、ジェイド入り口。B 番だ、行くぞ。どうやって行こう、あたから。サラマンダー、もうね敵もかなり強いはずなので、どうしようかな。ミニマム、レベル8とかあれば十分なんかな、どうなんだろう。かっこいいな、レオンハルト。ちょっとアスピル育てつつ。よし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 。あ、攻撃当たるね。炎16。ああ、結構効く効く。ちょっと喜んじゃう、攻撃当たって。ちょっと喜んじゃうんだけど、倒したわね、古代の剣うんぬんなる前にいいねいいね、いい感じに鍛えられるかも。よし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 、上げてこ、こんなラス弾、ほぼラス弾で HP 上げてこギリギリすぎるだろマジでギリギリすぎる。
ヘルファイアか、いたね。おお、ホワイトドラゴンだって。まあ吸いつつ吸いつつ呪い。よし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 。何もしてこない。もうね、ドラゴンとかには効かないよな、こういうの。つえいらねー。結局ウィンドフルート使わなかったね。あ、リチャードにさ、確か持たせてさ、ボス戦だと思ったらボス戦じゃなかったからそのまま持って行ってしまったよね。どうなってんの。あ、ここの扉行くのか。小部屋かな。あ、上宝見えた。ちょっと待って待って、あれあったよね今。なんか進めそうだった、覚えとこ。また部屋。あー、これは部屋か。あ、これはハズレだ。あ、普通に出れた。そっかそっか。あれが、さっきんとこが、さっきんとこが進むとこだったんかな。あ、そっから来た。アビスウォーム。ウォーム系か。でも呪われて、マジで古代の剣さすがだよな。ありがたし。よしよしよし。もうちょっと大量に敵出てくればダメージ受けて HP 増やせるかもしんない。ダイヤメイスか。いらね。いらね。でもそろそろさ、ラス。かわいい。ラス弾だし。最強装備じゃないけど、落ちてると思うんですよね。レオンハルトもあれかな、ブラッドソード一回抜いた方がいいかな。回復しちゃうよね、 HP が。もう1000ちょいあっ、まあ、やっぱ1000ちょい欲しいよな。 HP が減ってないと HP が上がんないから、そう、ダメージを受けないとここが難しいよね。下か。最初のとこが正解だ。やっと500か。HP。やば、マジで。こんな低かったことないんだけど。まあ、そんなやったことあるわけじゃないけどさ。FF2。また小部屋だ。これ入ってった方がいいよね。入るか。もう最後の最後だ。宝がある。ちょっとチラ見するか。はい、外れー。小部屋は一体ここにいくつあるんだろうか。宝取りたい。持ってこなきゃいけないかな。まあ、ゆっくり行きましょうかね。あとちょっとか、FF にも。ヘルファイアか、いらねえな。いらねえ。早く装備欲しいなー。あれも小部屋だなー。上も小部屋だな。入ってくかー。あ、ところ。で、チラ見しよう、チラ見しよう。アイスリザードが初めてですかね。
はじめましてかな。すぐいなくなっちゃったけど。なんだって。やべ、マジ強いわ、フリオニール。やばいな。よしよしよし、レオンハルトやっぱ回避上げたいよね。魔法防御、まあ、魔法防御ももちろん、そう、魔法防御も上げたいけど、てか両方上げたいけど、何ですかこれは。南極の風か。なんかホイのヘルファイヤーとか、南極の風とか。よし、張ってみるぞ。ここなんか小部屋っぽいよな。ですよね。スフィン？スフィンクマイラだって。キマイラじゃないんだ。スフィンクマイラ。キメラだけどな。見た感じ。ごめんねー。お金めっちゃ手に入る。で、下に宝箱どうぞ先取って、猫の爪だー。ブルードラゴン、これ。ドラゴン。ドラゴン何色があった今まで。ホワイト、ブルー。つか覚えてないわ。何種類はいたっけね。うわー、さすがに強えよ。さすがに。あー、ブリンクやった方がいいかも。ちょっと舐めてたな。完全舐めてた。みんな死ぬわ、そんな。倒せないよね。あー、あ、でもそんなもんか。ブリンク必要ですね。これは今さら。両方だと吸えた？一回戦おう。ブラッドソードで。よし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 。ずるい。あ、そう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 。ドラゴン、慣れない方がいいな。ドラゴンの盾だ。盾装備今、誰も、いるか。ドラゴンの盾はなんか良かったような。属性攻撃に強いドラゴンの盾だ。そうだそう。猫の爪が3本の爪を持つ手袋型のナイフだってよ。猫の爪でも使うかな。ドラゴンの盾をライが盾出すだっけ。こっちに変えよう。そうしましょう。で、回復。回復。よし、びっくりしたー。よいしょ。今度、ザコホワイトドラゴン出てきた。ブルー、ホワイト、やっぱその2種類しか思い浮かばない。かっこいいね、ドラゴン。さっきの強かったなぁ。こっちはやっぱりザコドラゴンなのだろうか。テレポ。でもミニマム、いっか。ミニマムにするか。あ、効いた。
かないと思ったのに。裏切りの牙。あ、いらねいらね。待って待って待って、裏切りの牙ってなんだ。コンフィか。はい。名前強そうなのにな、アイテム名。これも絶対小部屋だよな。絶対小部屋だけど。なあ。ヘクトアイズだ。これもなんか定番じゃない？この前にさあったやつは緑の目ん玉だったよね。青いの来たよ今度。もうざる。頑張れみんな。もうエンカウントしたくない。よし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 。もう泉っていうか洞窟だね普通に。これ正解か。よし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 。今度下に行くのか。3回来た。あ、すごい滝だ滝。滝だよ滝来たよ滝。これなんかどっかないわ。ダメージ受けるんだ。こっち来れるけど。部屋。待って待って。いててててててて。あ、こっちがでも正規ルートか。やばい、ボロボロ。ボロボロだな。どうしよっかな。ケアで使っちゃうか。ケアル。すごいばらつきあるね、このケアル。で、もういらんほどあるエテルを使おう。吸われてしまった。吸われて、まあ、自分が悪いんだけど。ヴァンパイア系やだね。よし、じゃあここ取っていく。わわわわわわわ。宝があるぞ。よし。うわぁ、部屋があるよー。入るしかねえだー。なんだこれ。メガパラサイトだって。なんだこれだよ。アンデッド系じゃないよな。違うっぽい。エクスコリバー。極悪強いんだけど。めっちゃエリクシャー持ってきたけど、使わない気がするよね。よしよし。いやーマジでさ、部屋で2回エンカウント、本当に本当に多分さ FF2 の2割ぐらいはあの部屋エンカウントな時間な気がする。宝が見える。普通に取れそう。うわ下に。下に嫌な見えるなー。お、ルーンオクスだ。あー、モンスターマン、誰誰誰。うわー、強いやつだ。なになに？キングベイモスだって。マジかマジかマジか。これは絶対ブリンク。これは。ゴー、どこか。ノ
呪い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 。かかった？聞くねー、ブラッドソード。あ、呪われてる。よし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 、もう倒せる気がする。ワーサクレベルとか上げとくか。忘れてた、そういえば3まで育てて、そこから上げてないわ。いやー、しかしタフいなー。さすがのキングベリーマスは曲がかっこいいなー。ちょっと汗かけよう。マジ今更だけど。マジで今更だが、ラスピル来たよ。よし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 。保存魔法大事ー。え、なんだっけ、あ、ルーンアンクスだ。ちょっと嬉しいやつ、これ強いやつじゃない？上がる上がる上がる。魔法に強い最強のアンクスだって。魔法に強いってとこまたいいなぁ。なんて素晴らしい。いいね、ガイがめちゃくちゃ強くなってきた。よしよし、やっとさ装備手に入ってさ楽しくなってきたところでやっぱ終わりだよね。すげえ痛い。すげえ痛い。いや、でも絶対さ、絶対さ、下のさ、3つ並んでる部屋が正解だと思うんだよね。でも入るけど。そうですよね。知ってました。知ってましたと思う。で、滝の。たたたたたた、ここの滝の裏に秘密の魔法屋があるんですけど、別にいらないかな。ですとか全然つかなかったな。バーサクはもう覚えた。ヘイスとか今さらな。フレアも結局使ってないわ。その魔法なんで結局使わなかった、まあ結局使わなかったんだけど、やっぱさ鍛えんのがさしんどいよね。なんか売ってくか。売ってもな、別にもう。アイテム、に空きを持たせるだけなんだけど、猫の爪もいらないよな。サイスシールドも1個持ってりゃいいか。ガンガン売ってんな。アルテマもね、結局ね、癒しの杖も使わなかったな。ポイザンクスもいらないか。いらない。聖者の心もいらない気がする。ありがとう。ヘイストだけちょっと迷うけど。まあ、使わないかな。動けないな。ここ行けないんだ。いやー、こんなにね、HP 減らしてくれた私は嬉しいよ、逆に。逆に嬉しいよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。敵さん、ありがとう。ちょうどいいダメージ、ありがとう。死なない程度の。一人か。よし、じゃあ、よくわかんない。3部屋、順番に行こうかね。まずね、幸先よく2回エンカウントしたところで。みんなどっちだと思う？これ。先進むの。私ね、一番奥だと思う。やっぱり。ですよね。これがいけるんだと思う。そうだよね。わかってた。よし、B4 来たぞ。広い。どうなって上がるんでい？ひーどいな、どうしよう。あ、宝。あ、部屋が見える。裏切りの牙か。部屋が見える。これ絶対続いてないでしょ。これ絶対続いてないよ。ほらね。
通にグリーンドラゴン出てきた。普通に出てきた。普通に出てきた。だから部屋は怖いんだべ。ちょっとさ、敵も違うよね。アスピル。つえ。強い強い。いらないよ。んで、端っこから見たい、ちゃんと。宝、あ、部屋がある。これはどっちだろうな。先進む方。あ！イエーイ！しかもイージスの盾だ、これ。これはありがたいぞ。特殊攻撃に強い伝説の盾、大事。みんな誰か装備させたいけど、イージスの盾かな。ドラゴンより属性攻撃に強いのもいいけども、悩むな。とりあえず持っとこう。ドラゴンアーマー装備系だ。ホーリーランスだ、すごい。さすがの品揃えって感じ。まあ、甘系は装備しないですけどね。すーごい。なんか嬉しくなってしまう。あれ取ってないわ。あぶねあぶね。これは？お！お！弓！デモンスターだ。この弓もいいやつだ。レッドドラゴンだ、次。すーごい、ドラゴンオンパレードだなぁ。強っ。ズラッドソード、やばいな。いやー、でバサク来たいよ。いやー、強すぎて笑ってしまう。ずるいな、ほんとこの戦い方。FF2 でしかできない。この感じね。もっと知ってればいいや。曲がいいね。よし。なんか敵いったなんだろう、一体の強い敵よりも、ちょっと強い敵の8体のが怖いわ。やっぱり。で、あとここだけかな？うん。進めるでしょう。何回あんだろう、ここ。もう長いよね、ラストだから。B5 来た。うわ、落ちそう。すごいな、ここ。あっちまで行くんかな、もしかして回っていって。なんが。一本道か。だからだから。よし。ハイポーションか。あ、そう、唯一。最強誇る伝説の弓。そう、弓キャラも作りたかったけど、マリア結局、何もしない係にしちゃったかな。何もしない係って。補助でいいかなみたいに思ったから。なんもないからな。よし。あー、また部屋が。取るか、とりあえず取って。あ、守りの弓矢だ。これは嬉しいやつ。だよね。守りの弓は即死を防ぐこともある指輪だ。デスを防げるのはめちゃくちゃいい。
守りの腕か。悩む。あ、リボンってさ、リボンって即死防ぐっけ？それは無理？あ、防御属性死も入ってるね。リボン。頭をじゃあ誰か。フリオニール。ちょっと待って待って。フリオニールに、主人公だし、リボンにして、髪飾り、守り縫い病にするか。そうするか。で、イージスの盾あるでしょ？こうしておくか。ちょ、レオハルト完全に無視になっちゃったけど。うわ、いいでしょ、まあいいでしょ、まあいいでしょ。よし、入ってみよう。ない。外れ。でもエンカウントしなかった。行くぜ。あ、また宝箱だ。いいね、つか、最近宝箱の中身がめちゃくちゃいいから。ハイポカーいい。ハイポカーいい。褒めるとすぐそうで、後で使うか。即座に使ってしまうぞ。よし、行こう。よし、どん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 下ってるけど、あんなにさ離れたパンデモニウムにほんとつけるのかっていうB6 来たよ。これ8ぐらいあんのかな。細長い道を進んで、もうマジでほんとさ、前まではさ、一ダンジョン1時間ぐらいだったんだけど、最近はもう1時間半とか。あ、でもいけそう、これで。文句言ってたら。いけそうだ。おっ、そうそうそうす。着いたー。やった、パンデオニウムに入った。というわけで、曲がめっちゃいいとこで、今日終わりにしましょう。ラスダンです。ついに、この HP の低さで。大丈夫か。はい。では今日はここで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。